スイーツ番長長谷部の協力を仰ぐべきという提案で大きく場を動かした林。不在の虎の名が飛び出す前代未聞の展開に志願者虎の面々ともに動揺を隠せずにいる。最終決断を目の前に新たな局面を迎えたタイガーファンディング。かつての虎岩井が唇を切る。令和の虎、オールオアナッシング。少将、令和の虎、アマゾンで予約開始です。就活生諸君、ガチドラの申し込みは概要欄から。オフ会の申し込みも概要欄から。僕が考えたんですけど、その契約企業ってどこがいいのかなと思ったら、金さんと長谷部社長なんですか。そのブランドを試しに学生で移動販売で回してみるってどうですか。学習塾業界の虎、正統後継者、株式会社エーバー代表林直弘34歳、年商70億、日本初、授業をしない塾武田塾の教場数は200校を突破。フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める。試しに学生で移動販売で回してみるってどうですか。この専門家のお二人に相談したいんですけど、岩井社長どう思います。いや、面白いと思いますけども、うん、僕は今日ずっと聞いていて、一番自分の肌感覚と皆さんの感覚が違うかなと思っているのは、割と儲からない時どうするのって話になるじゃないですか、うん、でも多分ですよ、この移動販売で1日に、彼がさっき平均5万円売り上げるって言ったじゃないですか。この5万円売り上げることっていうのはそんなめちゃくちゃ大変なことじゃないはずなんですよ。とするならば、原価が3割かかるとしたら7割が粗利ですので、ご資産3万5000円ですよね。とすれば、5500円の学生を仮に5人雇っても2万7500円だったら、それでもまだ1万円粗利が残るみたいな世界を僕、彼が言ってるんだとずっと思いながら聞いたんですよ。でも何人かの社長がこれでももし売れなかったらどうすんだどうすんだってなっちゃってるんで、あ、なんかここから話進めないなみたいな。そんなに売れない日はないだろうってことですね、うん、僕たちが移動って販売の素人だから。いやいや、僕も素人なんですけどね、でも、そのあとも長谷部とか、金さんたちの話を聞いてると、彼ら彼女らってもっと数倍の売り上げがあるわけですよね、うんうん、でだからってリスクが絶対ないわけじゃないですよ。でもどっちみち人材がいなくてこれが回らないんだったら、じゃあ一回ね、トマさんおっしゃるように一回やってみて、こんだけ利益やるんだ、出るんだったら、それはやらんよりはやった方がマシやろうっていう人は多分出てくると思うので、岩井社長のおっしゃる通り、まあ大体そういういいところって世の中にあるんだと、はい、いうことであればそれはそれでいいと思うんですけど、そこがちょっと僕はイメージが湧かなくて、でも例えば金さんのデリキムチとか、はい、ロンドロールさんだったら、はい、まあ絶対受けるのかなと、そういうことですね、思うんで、例えば2社でまずそのリスクを、うん、それにかかる費用は僕出しますんで、そこでお二人にご協力も得ながら学生で回せるのか、その同じ条件で利益が出るのかとかだったら僕出してもいいですかね。なるほど。これはじゃああれですよね、長谷部君や金さんに話を持っていかないといけない、ちょっとなんか相談してみたいです、はい、で実際一番近い業態ですよね。だと思います、間違いなく。ちょっと一つ危険だなって思うところがあって、それは責任分解点だと思うんです。仕込みのやり方がいい加減で、例えば食中毒が起こりましたときに訴訟の話になってくる可能性がありまして、実はPL 保険っていう食中毒が起きた場合の保険についても一応調べてて、はい、それが1期は飲食の PL 保険の場合は、その店舗が食中毒が遭われた方に対して保証される金額のみお支払いされる形になりますよね。いわゆるそのお店のいわゆる信用の失墜に対する保証っていうのはおそらく PL 保険で賄えないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そちらはいかがでしょうか。そうですね、それは
頑張るしかないまあ、ここじゃないですね、はい、まあ、ちょっとそういったことが正直リスクとしてあるので、はい、うん、もしくはそういう契約だったら取らないってことですね。そういうふうにそこまでは責任を負えませんよというか、まあこういう食中毒とかいろんなツッコミに対して、まあ今完全なものではないかもしれないですけど、まあそこは保険に入ってます。でも対店舗は確かに不完全ですよ。まあ十分考えられてる方かなって思いますね、21歳で。そうです、どう思います？優しすぎますか僕いや、そんなことないよ。あ、それを考えてないですか、うん、確かにおっしゃる通りね、そこはカバーされてないかもしれないですけど、大体僕たちが言ったこと準備してますよね。いや、すごい、すごくない？すごい思います。やります、やばい、出したいぞちなみに中里さんはこれなんか友達とやるみたいな発想なかった？もう一人でやる、そうです、起業するとしたら。緻密なマーケティングからビジネスの最適解を導き出すグロースハックの若き虎、 PG トレーディング代表小林正幸27歳、グループ年商25億、上智大学卒業後に立ち上げた新規事業はわずか1年半で年商10億にまで躍進。レペゼン秋葉原のグロースフリークは志願者たちのいかなる夢を発掘するのか。友達とやるみたいな発想なかった？もう一人でやる、そうです、起業するとしたら。実はそれ学生を集める時にも、例えば今自分三重県に住んでるんですけど、はい、例えば愛知県、例えば静岡で営業したいってなった時に、全く何もない状態から人を集め出さないといけないという、団体の実績も、うまく伝えられないで、人もコネクションもないっていう、で知らない地域で、でお金もないみたいな、でその状況を再現して最初のこの3人を集めました。だから全くのコネクションなしで、知らない地域で、なおかつ投函オンリー、例えばチラシ投函だけでやった場合、この5000万に対して 8件の、返信と3人のスタッフが揃ったっていう事実はあります。でそのためにそのチラシっていうのも実は4回変えてて、前この1個前のチラシなんか、真っピンクで、早急に お読みくださいとか、まあ、それで大学側に怒られたとかも多分したんですけど、まあ、そういう改善を踏まえてできたのがこれです。行動力えぐいっすねいやいや、ね、長期戦が続く中、時に熱く時に冷静に自身の思いを伝える若き志願者、その練られた事業提案に対し虎たちはさっさまに手をかけるのか。いよいよ最終決断が下される。結構時間も経ってきました。よろしいですか？ではもう一回整理します。彼はあくまで、投資ということで希望していますので、おそらくもしこの投資を受けた際にはですね、就職することもせずに自分で企業を立ち上げてこのビジネスをまあやっていこうというふうに考えているんだと思います。でその上でリターンについては投資をされた社長と後でちゃんと、打ち合わせをした上でですね、了解が双方で得られて初めて最終的には完全にオールというふうになればいいんだと思いますので、じゃあすいません、恒例というかですね、順番に聞いていくことになろうかと思いますので、まずは、楠田社長いかがでしょうか？すごく悩んでいますが、今回はナッシングでお願いします。非常にいいビジネスモデルだとは思います。でいろいろとアドバイスもできればとは思ってはいるんですけれども、ちょっとまだ再検討の余地があると思いますので、今回はナッシングということですいません。わかりました。ではトモさん。はい、私も非常に悩んだんですけど、ちょっとその地方でも一気にやるっていうことで、教育がスタッフの教育が心配だなっていうところがあります。中里さんと同じぐらい熱意を持った方が地方にいればいいんですけど、それができないとやっぱり学生さんが休んじゃったりバックレちゃったりっていうことになると思うので、すごく良かったんですけど、ごめんなさい、今回は失礼です。わかりました。小林さんどうですか？めっちゃ悩んでるんですけど、僕に飲食のノウハウがなさすぎるんですけど、とりあえず100万円出します。ありがとうございます。はい、でもうまあビジネスモデルとかは本当に林社長が言ったように、そんなにめちゃくちゃすごくなくてもいいと思うんですよ。
会社員だったら多分なんか100点取れば評価されるんですけど、経営者って101点目からが評価の対象だと思うんですね。このたった1点って多分事業が好きかどうかだと思うんですよ、ぶっちゃけ。でこの好きが僕すごい伝わったんで、100万円なら出します。わかりました、ありがとうございます。これ最終決断なんで、順番にいきましょう。久保さんどうですか。はい、結論から言ってナッシングで、人としての魅力は素晴らしかったんですけど、何を売るかがちょっと見えなくて、であと僕が実店舗やってる中で考えた時に、なんかこう人を集められない飲食店が果たしてその魅力的なものとして移動販売するのかなってのがちょっと解消できなかったのが理由です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ林さん。非常に魅力的な方だと思いまして、金さんと長谷部社長に相談をしたいという条件付きですが、最大全額出します。あ、はい、とりあえず5人の社長に今聞きまして、最終的にこういう状態になったので、まずは一旦、完全なるオールはないんですね、この時点で。それは無条件で出していただいているのは小林社長だけなので、これは500万に満たないものですから、500万に到達しようとすると、林さんの、条件付きというのが出ました。さあ中里君どうしますか。ぜひお願いします。ですね、はい、これを断る手はないですもんね、はい。じゃあ最後になりますけれども、中里さん、いかがでしたか。いやー本当にありがたいです。で、いろいろパラの皆さんにご意見いただいて、まあ、これを今後の、事業をブラッシュアップさせて、もっといいものにしていきたいと思います。はい、では改めてですけれども、この段階で、条件付きですけれども、あなたの希望金額に達しましたので、今回は条件付きですがオールということで、おめでとうございます。自身の苦難を乗り越えて掲げた大きな野望、高みを目指して挑み続けるその闘志を称賛するべく、事実さっさばは動いた。オール達成をつかんだ若き虎の子の背中を見届けて、タイガーファンディングは次なる志願者を待つ。虎と志願者を大募集、詳しくは概要欄から。全面的にもし、はい、小林さんがいいわと思ったら、はい、あそこで全額出すような判断だってあったじゃないですか、はい、ありました。でもあえて小林さんはあそこは100万でしたよね、はい、実はもうこれ赤裸々に話すと、はい、あれが僕初めてお金を出した回だったんですよ、はいはい、